はい、皆さんこんにちは、ドットコムドットコムです。魔王と勇者の珍道中パート29です。まあ一応編集済みの後で収録してますので、まあパート数は把握しているということになります。さて、前回ですね、とりあえず裏でちょっとアイテム回収をしてきました。それでなんですけれども、強化できないって言ってたのをよくよく考えたら、なんだっけ、かけらの方を見てたんですよね。本当はこっちを見るべきだったのに。なので、炎の石が11個あって、氷の石が9個あるんですよ。なので、どうせだったら強化しようかなということで。武器の強化。で、セイレンバレッタ。その武器なら強化できそうだな。そうだな。強化には氷の石が4つ200ゴールドが必要だな。だってどうしよう。ライン聞いてんだ。まあやってもらいます。よし、できたぜ。これはひどい。なんたる一瞬の出来事。職人芸です。物は言いようだな。装備は確認しておいてくれよ。終わり。特になんか、いじるみたいな感じはないのか。どうしよう。もう一段階強化できるかな。氷のかけらと守りのかけらと200ゴールドあったっけ。見えない人とコンタクトを取るの。そうか、ガハハハ。うぜえ。ちょっと待って。やめましょうと。なんだっけ。守りのかけらと、なんだっけ。あ、氷の巻物か。氷の巻物と、で、息のかけた使いそうにないしな。あ、で、息のかけたじゃない、巻物か。やってもらいます。よっしゃ、できたぜ。これはひどい職人剣を見た。手力です。言ってたなぁ、マリック。装備は確認しておいてくれよ。あ、間違えた。プラス2か。もう一段階できるかな。すまんな。その武器はまだ俺のスキルで、奪った。何が起きた、急に。ああ、そっか、二段階目だからもうダメなのか。じゃあ、スコーピオンテイル。だってどうすんの？プレイヤーさん聞いてくれ。あ、どうします？やってもらいます。よし、できたぜ。いや、本当ですんで。はい。何でした？お試しになってみて。またそれ？微妙だが、確かに若干強くはなっているみたいだな。いや、だから。もう無理かな、そうすると。すまんな。鍛えられんこともないと思うが、ただし弓は尻から出る。何言ってんだ？まあ、とりあえず強化はしておきましたね。ちょうどね、装備だけ確認。まあ、多少強くなってるっぽいですけどね。じゃあ、どうしましょうか。どうしましょうかって言ってもドラゴニアのあそこ行くんですよ。ここですね。まあ、本当だったら次のイベントは、ドラゴンの山に行くんですけど、これ本当見づらいな。ちょっと待って。なんかさ、マテスナっぽいからな。やってることが。マテスナなんて出しちゃダメだ。これなんだっけ。まあ、無駄足の方から行ってみますか。雷の石。ちょっと待って、怖いな。ポーション代4個も入ってるわ。本当に？ポーションがなんかカウンストしそうな勢いで裏溜めちゃってたんですけど。重かった。あ、雷の石発見。宝箱しかない意味では無駄足でしたね。またあったよ、看板。右下宝箱、過去トラップ、右順路。
あ、この場合、トラップはむしろ後で宝物が得られそうだから言っておいた方がいいかも。お前の判断基準もわからん。確かに。あ、え、いたんか。逃げられるか、いや。あー、くそ、ダメか。ちょっと待ってよ、ダメージでかいって。しかも命が死にそうなんだけど。もういい。魔法ももうバンバン使うしかない。あとね、おーっと。魔法もバンバン使います。フレーム死にそうだな。ちょっと待って、あー、レシアが死んだ。しかも火傷。なんかかなりきつい。とりあえずレシアを回復しといて、ちょっと火傷って 20% ダメージ食らうんだよね。あ、命死んだ。うわー、ちょっと待って。フレイが死にそうだった。ちょっと待ってよ。まずいってこれ、本当に。うわ、ちょっと待って、危ない。レシア耐えて。もうダメかな。あ、ダメだ。マジで。ちょっと待ってよ、何これ。ちょっと待って、マジで、マジでこれありえないんだけど。いや、とりあえずマップ構成分かったので、ちょっと待って、危ない危ない。闇のかけら見っけ。とりあえず宝、おぶね。宝箱を順々に回収、おってて。なんか見えないところに今にいたりするから怖いな。紙の石なんて多分使いそうにないからな。おっと、危ね。ちょっと待って。危ないから、一旦セーブ。いや、できれば戦闘回避の方が、むしろ手っ取り早い気がする。する。これは、なんかフィンクスの門が2つ入ってた。モフモフね。モフモフ。ちょっと待って。わっち、あー、危ね。あ、マジカーブ発見。ちょっと待って。どうなってんの？マップ構成わかんねえって。あれ？次どこ行きゃいいの？え？ちょっと待って。一旦セーブ。え？どうなってんの？あ、あった。なんか左上にもあるけど。じゃあ、ちょっと待って。やりますか？行きましょう。レディーゴー。寿司詰めドラゴン。よく入れたわね。単にジップ形式で脅されてる。ジップとか言うな。あんたのところの魔物は容量のでかいファイルかないんかが。なんだよ、ほんとに。ジップとか言うな。氷属性効かない気がするかも。なんとなくだけど。うわー、いい !79、防御ダウン109。どうしようかな。レシアはちょっと取っときたい。先行スパーク。でもいいや、こう行こう。ああ、防御戻った。
わお。次は誰がいいんだ。コギーちゃんね。とりあえずえっちゃん回復して、ちょっと待って、何しようとしてたんだっけ。ちょっと待って、 X を回復、誰だっけ。 X、 じゃあ X が今行動不能だから、じゃあ次は命回復、滝のボーディフルやツーバイファンガー。今度いいのか。ちなみに滝のボーディフルは効かなかったな。ちょっと待って、 X が確か次で恐怖から解除されるから、その間できる限りのことをやっておく。あれダメか。お、倒した。オッケー。炎のブレスレット。